えー、はっしーです。おはようございます。えー、たった今ね、あのー、仕事から帰ってきて、えー、ちょっと一息入れて、朝のコーヒー、いただいてるところです。美味しいね。うん。丸一日働いてきたんでね、もうくたくた。うん。<laughs> なんだけど、 ええとね、ちょっと皆さんにすごいお知らせがあって、ちょっとこれ話してからでないと、うん、YouTube にアップしてからでないと寝らんないと思って、<laughs> ちょっとね、興奮してる。ただね、まだ時間が、あの、朝早くて家族、家族みんな寝てっから、いつものね、ノリノリでね、あの、ちょっと話せない。<laughs> 歌なんかちょっと今、歌えないんで許して。<laughs> うん ちっちゃい声で歌おうか、ちっちゃい声で。僕らはみんな生きている。<laughs> 生きているから歌うんだ。<laughs> ハッピーだよ、ハッピー。うん、えっとね、えっと、ちょっとね、素晴らしいえのお知らせというか、えー、ちょっとこうご案内があるんですよ。えっとね、まず一つ目。えっと、<coughs> えー、6日木曜日、6日木曜日、今日火曜だからあさってだね、朝10時30分から、橋本のツイッタースペースで、約1時間、えー、クーさんっていう素晴らしい女性の、えー、お話をお対談的にね、する予定です。でね、あのもうすでに、えー、と土曜日に、あのえー、と別の,あのペンネームで、 えー、よよあのちょっと壮絶なねあのよあのスピリチュアルな体験をあの動画で語ってもらったの声だけその時は声だけでその後とえー、っと翌日だから、うん、土曜日曜,、うん、日曜日だ日曜日にやっぱ1時間ほどあのツイッタースペースであのこのクーさんがあのいろいろとねあの語ってくれたんだけど あの今回は、えー、実はですね、このクーさんって、もう生まれた時からこうです、ね、スピリチュアル能力がたけてるっていうかさ、ちょっとねあの、普通の子じゃなかったんだよね。で、おばあさん、おばあちゃんっていう人がやっぱりめちゃくちゃこうスピリチュアル、霊感が強くって、そのおばあちゃんの影響で相当その能力が開花してたんだけど、ただ、 えっと、あの間にいるお父さんとお母さんがあまりにもほったらかしに育てられたもんだからあのちょっとこう幼少の頃もう壮絶な人生をちょっとね実は歩まれるんですよ。でそれをあの体験をなさってでいたんだけれど僕はあの聞いてはいたんだよ聞いてはいるんだけどあの今回 この辺の話をツイッタースペースで赤裸々に語ってくれるってことになったの、実は。うん。ご本人がこう、あの、み、皆さんがこの、こういう私の体験で良ければって言って承諾してくれたの。でね、えっと、実、えっとえ、土曜日に上げた YouTube のコメント欄に、あの、この、クーさんと私、 その人生が共感しますとかもう話に引き込まれましたとかそういうもうんだろうグッドコメントがいっぱい来ててあのクーさんとお話がしたいとか一度会ってみたいとかっていうのがいっぱいあったんだよねだからあの今回え6日の。 朝10時30分から1時間やるんだけど、ツイッタースペースで。これライブでやるんだけど、ちょっとお時間がある人で、クーさんとお話ししたい、ね。ぜひ、いろいろ聞いてみたい。ちょっと質問してみたいっていうような方は、あの、ぜひね、ツイッタースペース入ってきて。で、あの、僕途中で振りますんで、話し,したい人っていう時に、の、合図があった人には、あの、お話ができるように、ちょっと、 あの、手配します。手配というか、段取り取りますんで、ぜひ、ぜひね、あの遊びに来てください。で、別に、あの、ライブに来れなくても、あのツイッタースペース録音取っておきますんで、あの、後日ね、聞いていただいてもいいと思います。で、えっと、概要欄の方に、日曜日に、えーあ、ごめんなさい、土曜日に声だけ出演で話してくれた YouTube 動画と、 それから日曜日にツイッタースペースで、えー、クーさん話してくださったんだけど、これの URL 両方とも貼っておきますので、えー、興味のある人、ぜひ、あの、聞いてみてください。ね。それから二つ目のお知らせです。二個目。実は今度来週の、えー、月曜日、えー、10日になるんです。10日、月曜日に、 これまたすごい女性なんだけど、まだ今、ちょっとね、あの、ご本人の承諾が取れてないから、あの、名前を公表できないんです。女性なんだけど。えっと、もう、50歳になるかならないかぐらいの方なんです。この方が、え今度、え10日の日に、私の、えー YouTube に顔出しで、 出演してくれることになってその録画撮りを、えー、鎌ヶ谷市の阿波のコミュニティセンターでやります一応1時間見てるんですけど大概いろいろと打ち合わせとかするんで、まあ、前後2時間、ね、かけて、えー、こ,のこの女性の方ご婦人の方の壮絶人生をのし生々しく語ってもらいます。 で、この女性の方は、もうとにかく幼少の頃、お父さんとお母さんが、まあ、事業に失敗したのか、騙されたのかわかんないんだけども、ど貧乏だった。土貧乏。そこへ持ってきて、えー、まともに生活ができなかった。うん。だから、時には、外で寝てた。 わかるビルとビルの間の隙間に、なんか、あの、段ボールだかなんか引いて、なんか、タオルケとかなんかかけて寝てたとかさ。うん。それから、えー、ご縁があって、あの、今のご主人と結婚はしたんだけど、今離婚してないんだよ。今でも一緒に生活してるんだけど、あの、要はもう虐待、あの暴力。 こういったことがあって、もう我慢の人生を歩んでるとか、まあ他にもね、ちょっといっぱいあるのよ。もう、もう普通の人がなかなか体験できない苦労をなされてきたわけ。お金の苦労とか、生活の苦労とか、ご主人とのこととか。だけど、これをですね、あの、笑って、ケロッと。 話してくれる。もうね、なんかぶっ飛んだ人あ、ね、ぶっ飛ぶっていうのはあれよ。こっちの魂の方がよ。うん。魂がもう完全に、もうええー、かっこしいとか何にもないの。もう自分のことをさらけ出してすべてが話せる人で、僕一度ちゃんと話は聞いてはいるんだけど、あのー、ダメ元で YouTube でその体験談をね、ぜひ、 語っていただけないかって頼んだら、心よくね、OK してくれたんだよ。<laughs> もうびっくりしちゃって。で、実はあの、えー、10日月曜日の12時に、えー、鎌ケ谷市の阿波のコミュニティセンターに、まあ、来ていただいてそこで撮影をするんだけれど、えっ、ー、と、5人限定5名以内の リスナーさん生で,生で、えー、この YouTube を録画撮るわけなんだけど、えー、この女性に会って生の、えー、その体験談を聞いてみたいねっていう人を募集しますで一応あの録画が終わった後ね、えー、まあ30分か1時間ぐらいまあ懇談会的形式でその女性を を中心に、まあ、ちょっとしたね、あの、お話し会みたいな感じで、ちょっと、あの、やろうと思ってるんです。ね。で、あのー、なんていうか、やっぱり、あの、動画もいいんだけど、うん。やっぱ生に、生で会って話を聞く。その場の雰囲気、波動を感じる。こういったのも結構ね、楽しいので、 ちょっとこういうことにあのちょっとこう興味がある人是非この女性の方のお話を聞いてみたい人遊びに来てくださいねということであの2つあのお知らせしましたでどんな話がね結局飛び立てて出てくるのか分かんないんだけれどもう僕ねとても今からワクワクしてます、うん、でちょっとね言い忘れちゃったんだけれど このツイッタースペースに出てくるあのクーさんの方ね、最初に説あのご紹介したクーさんなんだけど、もう幼少の頃はもうあのおばあちゃんに育てられたんだけど、えっとおばあちゃんが亡くなった後こうもうなんだなんだろう生きる術がなんか失われたみたいで自暴自棄になってね十五歳から。 21歳までもう,もうすごい人なんだろう,もう荒れちゃったんだよねだからお酒とかタバコそれからストーカーに遭うそれから暴力それから薬物それからリストカットそれからまあ水商売に手を出すそれからまあ芸者みたいなことをやるまあこんな人生をあのまあ生きるために必死にやってきた人なんだよねだけど今どうなっていくかっていうと 自分であのビジネス立ち上げてエステ関係の美容関係のこれが大成功しててまだ50代いってないんだよまだ40代の女性なのにもうお金の心配はないそしてえなおかつ自分でスケジュールが組めるのでえ空いた時間自分でえなんていうのあのこの人に会おう ここに行こう。こういうことをしようって言った時には、それを自由にコントロールができる、何て言うのあの、立場も与えられた。だからお金もあるし、まだまだ若いし、思考したこと、頭で考えたことすぐ直感で、よしやろうって言ったことをすぐ、もう、日本全国あっちこっち飛び回れる。そういう人生を今ね、勝ち取ってるんですよ。 だから、あの、なんだろう、あの、ちょっとですね、僕、僕自身も学びたい、たくさん吸収したいと思ってるしたくさんの人にこの二人の生き方をこう参考にしてもらいたい。うん。あの、不幸を参考にしろって言うんじゃないそれを経験した上での今がとにかく素晴らしいの。もう、はじけちゃってることが。 これを伝えたいの。うん。ということで、ちょっとだいぶ長く話しちゃったんだけど、えー、興味のある人、ぜひね、あのー、ちょっとツイッタースペースと、えー、10日の、えー、YouTube の録画、ね、ここ、ちょっと楽しみにしてください。え興味のある人、橋本の方に連絡ください。よろしくお願いします。ありがとうございました。